それこそちょっとそこにメンタルブロックがある可能性が高いです。皆さんこんにちは、スピーチャーリッチの三輪です。今日もありがとうございます。今日は明日8月13日にやってくる弁財天の縁日の巳の日についてお話をしたいと思います。このチャンネルではこういった開運日や星の動きなどを含む見えない世界の力を日頃から活用していくことで、理想のライフスタイルや理想のパートナーシップなどあらゆる願望をさらに効率よく実現するための情報を毎日発信しています。そうそう、今日の本題に入る前に、今月大切な日があと2日ありますので、そのお知らせをさせてください。今月22日は風の時代の象徴水瓶座の満月、そして28日は天赦日と神吉日が重なる、この夏最高の開運日がやってきます。22日は先月から連続で水瓶座の位置で満月を迎えますので、次も風の時代に不要になった重い周波数を手放す浄化のエネルギーワークを皆さんにお届けします。そして28日は天赦日と神吉日のご利益を最大化する願望実現のエネルギーワークをお届けいたします。どちらも動画で公開いたしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークをクリックしていただいて、タイミングを見逃さないようにしてください。僕の動画でのエネルギーワークはエネルギーの体感率が 90% 以上を誇りますので、ぜひ両日ともチェックしてみてください。はい、お知らせは以上です。続き本編をお楽しみください。今日はですね、最初に明日やってくる巳の日ってどんな日なのか、その基本情報をお伝えします。そして2つ目のトピックが巳の日の開運アクションについてです。巳の日にはどんな行動をすることで願望が叶いやすくなるのか、そしてこのチャンネルだけのオリジナルの開運アクションの上級編、こちらも毎回取り組むことで人生が好転し始めたというお声かなりいただいています。ということで、開運アクションの上級編を3つ目のトピックとしてお伝えいたしまして、最後に視聴した後毎回必ず数十万円から数百万円が引き寄せられてきましたと、そういう嬉しいご報告をいただく超開運遠隔参拝エネルギー動画のお知らせをいたします。ぜひ今日も最後までお聞きいただいて、明日皆さんがたくさんご利益を受け取れるように情報をインプットしていただけたら嬉しいです。はい、では1つ目のトピックの巳の日の基本情報なんですけれども、この巳の日の巳っていうのは蛇のことで、この蛇は七福神の弁財天の使いでもあることから、蛇がさまざまなお願い事を聞き入れてくれて弁財天に届けてくれるとされています。蛇の抜け殻をお財布に入れるといいとか、白蛇の夢を見ると吉夢と言われていたり、蛇に遭遇すると幸せの前触れとされていたり、蛇は昔から幸運のシンボルでもありますよね。この巳の日は特にお金に関するお願い事には絶好の吉日で、富や繁栄の象徴ともされているとっても縁起のいい開運日なんですね。ということで、金運財運アップ、子孫繁栄、また芸事の上達などのお願い事に最適なこの巳の日ですけれども、一体どんなアクションをすればさらに幸運が舞い込んでくるようになるのか、これを今からお話ししていきたいと思います。明日の巳の日は弁財天が祀られている神社仏閣に参拝するっていうこと、あとは銭洗いをして種銭を作るということ、財布を掃除するとか財布を新調したり使い始めるということ、あとは口座を開設したり開業開店にもいいとされています。今お話しした弁財天が祀られている神社仏閣に参拝するっていうこの開運アクションですけれども、なかなかリアルで参拝できない方のために、このチャンネルの YouTube のストーリー機能を使って全国の遠隔参拝エネルギー動画を開運日ごとに公開しています。明日の巳の日はストーリーで公開されるパワー動画を視聴した後に、この弁財天のエネルギーを下ろすマントラ御神言を108回唱えるという、この三輪流の開運アクションも待っています。毎回楽しみにお待ちいただいている人気の企画ですので、ストーリーで遠隔参拝動画を見たことがないという方は、ぜひ明日から一緒に遠隔参拝してみてください。詳しくはこの動画の最後にお伝えしますので、もう少しお付き合いくださいね。それでは次に、明日金運財運をさらに上昇させ幸せを引き寄せるための開運アクションをお伝えします。今回の上級編はですね、私はお金と相思相愛です、こういうふうに鏡に向かってアファメーションをするということです。アファメーションっていうのは言葉の力、言霊の力を借りて自分自身の人生を幸せに導いたりだとか、あとは願いを叶える方法です。理想の状態を言葉で宣言することで実現化しやすくなるというメソッドなんですね。
このアファメーション自体は鏡を見なくてもどこにいてもできることなんですけれども、さらに願いを強力に叶えたいのであれば、鏡に映った自分を見ながら、自分の目を見ながら潜在意識に刷り込みたいことをアファメーションすることで、よりリアルに自分の潜在意識にその言葉が刷り込まれて、お金と相思相愛になる、そういう現実に向けてエネルギーが水面下で強く動き出すようになります。アファメーションの回数は何回やっていただいても構わないんですけれども、僕は3回唱えています。3っていうのは拡大するっていう意味を持ち合わせていますし、個人的にこの3という数字にとても縁があるので、僕は3回唱えるようにしています。鏡に映った自分の目を見ながら、僕はお金と相思相愛です、僕はお金と相思相愛です、僕はお金と相思相愛です。こんな感じですね。まずはアファメーションに慣れるためにも、例えばお手洗いに行くときに鏡の前でアファメーションをしたりだとか、鏡を見たらチャンスだと思って自分に言葉をねかけてみていただきたいんですね。このアファメーションっていうのは言霊の力を使って願望実現を叶えるツールとして知られていますけれども、これなかなか継続できない人も多いと思いますので、この機会にぜひチャレンジしてみてください。鏡を見ながらアファメーションする、これミラーエクササイズって言うんですけれども、このミラーエクササイズは慣れていない人も多いと思いますし、初めはしっくりこないかもしれません。抵抗を感じる人や恥ずかしくなってくる人も中にはいると思うんですね。でも何らかアファメーションをしてミラーエクササイズをしてちょっともやっとするって方は、それこそちょっとそこにメンタルブロックがある可能性が高いです。これも幸せを引き寄せるトレーニングの一環として楽しんでやっていただきたいなと思っています。このアファメーションを続けていくと必ずお金と相思相愛になってきますので、ぜひ継続してやってみてください。はい、それでは最後にこのチャンネル恒例の超開運遠隔参拝動画のお知らせをしたいと思います。先ほどもお伝えしたように、開運日ごとにこの YouTube チャンネルのストーリー機能を使って遠隔参拝動画を公開しています。明日は巳の日ですので、弁財天の祀られている宮城県の金蛇水神社の開運パワー動画を公開します。こちらの遠隔参拝動画は実は以前公開したものになるんですけれども、非常にパワーが強くて、前回公開した時も嬉しいご報告をたくさんいただいたパワー動画でもありますので、ぜひ明日もこの神聖なエネルギーを浴びていただきたいと思います。それでこのストーリーを視聴した後に、弁財天のエネルギーを下ろすためのマントラ、ご神言のことですね、このマントラを108回唱えていただきたいんですけれども、ちょっと今から言っていきます。オンソラソバテイエイソワカ、これですね、覚えましたか？もう一度言いますね。オンソラソバテイエイソワカ、このマントラを唱えると心が落ち着くとか、ご利益を受け取れましたっていうようなご報告もたくさんいただいていますので、明日もぜひこのマントラを108回唱えてみてください。YouTube ストーリーの見方ですけれども、スマホ版の YouTube アプリからのみ見られますので、ここだけ1点要注意です。今チャンネル登録しておいていただいて、スマホ版の YouTube アプリからこのチャンネルのプロフィール写真をタップしていただくとストーリーが始まります。アーカイブは1週間残りますので、ストーリーの始めは今回は8月8日に公開した福岡県の柏宮の遠隔参拝動画が先に流れますけれども、その後に金蛇水神社の開運パワー動画が流れるようになっていますので、それまで少しだけお待ちください。はい、ということで明日のみの日に何かやりたいアクションはありましたか？僕も明日は開運アクション楽しんでいきたいと思います。それでは今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。スピーチュアリッチサンリンがお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。